ジオジャーナル。皆さんこんにちは、平井明日奈です。上垣義弘です。鈴木貫太郎です。ラジオジャーナルは政治社会地方取材を続けるフリークス3人が届けるラジオ番組です。はい、どうもお疲れ様です。よかった順番間違えなかった。そう、先ほどね先ほど放送したら、うん、パソコンの調子が悪くなってやめたんですけど、 その第1回目はもう私がなんかこう抜けてましたね。だいぶ散々たるものでした。暑いからパソコンも調子悪いし人間もちょっとやばくなってるね。本当だよな。梅雨が昨日飲みすぎたっていうのもあるんだけど、そうなんだ。ワルトモと違うか。そうです。はい、ですね、前回は、参議院選挙の特番としてノンフィクションライターの畠山さんをお迎えしてスタジオでやりましたね。はい、はい、スタジオで借りて盛り上がりました。いやー、よかったですね。172回の視聴があったということで、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あれですか、見ました、畠山さんの当日のあのニコニコの。あ、見ました。僕見た。なんて言ったらいいのかな。見た。うん、チャンネルね。はい、ニコニコチャンネル。竹山チャンネルね。うん、見ました、見ました。見た、見た。それと、あの、テレビの速報とこう、うんうん、一緒に見ながら見てたのかな。うん、面白かったですね。まあ、取材してるようなね、こういう普段の多分、あの、畠山さんの取材風景が見えたような感じで。うん、はいはい、電話でね、アポ取って今から行っていいですか、うん、とかって言いながら。あれ面白かったですね。面白かったです、うん、ぜひ注目、まだまだ畠山さん注目してください。また、うん、また出演してもらうと思います。そうですね。はい。はい、準レギュラーで。そう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 、うん、言ってくださいました、はい、ね。視聴者のコメントです。畠山さんすごい聞きやすかった、聞けて光栄です。ありがたい。令和新選組の戦略はなるほどと思いました。メディアもこんな風に取り上げてくれたらいいのにというコメントでしたね。嬉しいですね。うん、まあ、令和の戦略っていうのは 2% あの得票以上取ったら政党要件を満たすということで、衆議院選に向けての強力な候補のところになってくる、つながってくるんじゃないかっていう話ですよね。そうですね。まさになんかそんな感じになってるし、あと政党要件満たしましたし、報道も結構そういう感じで盛り上げるようになりましたね。それまではやっぱりテレビの中では ね、取り上げられない諸派っていう感じでしたけれども、まあ、選挙期間中は終わったからね、もううるさく言われないからじゃない、やっぱ公職選挙法ってややこしいのかしらね。なんかいや、まあ後で言われるからだと思うよ、多分。あとまあいろいろあの通達もなんかほら自民党が出したりしてるじゃないですか。だからまあビビってるっていうか、まあ、そうね、まあ、大きい会社だとできないと思いますよ。でもちょっと面白かったのさ、令和はね、あれからまた新聞とかでも取り上げるようになったんですよ、結構。そうですね。でも NHK から国民を守る党は、要件満たしたんですよ。一議席も取って。だけど、それに関してはね、諸派とかね、まだ書いててさ。まあ、N 国はだから、あれなんじゃない？その、ちょっとその令和とかに比べてその政策自体もその本当にワンイシューすぎるから、まあ、そこまで扱う必要ないんじゃないかなって判断してるんだと思うけどね。でもちょっと差別的だよね、そういう意味では。完全に差別的でしょ。なんかそこの悲劇ってさ、何なのって感じ、ちょっとムカつくよね。ポピュリズムなの、俺も N 国かどうかっていうのは置いといてた、私もそれは知らないけど、まあ、同じ条件を満たしてるのであればということです。そう、あ、そういうことね、ということを思いました。はあ、はあはあ、他にあれです、選挙行かれました？私は手ぶらで行った。手ぶらで行って、さすが畠山さん、聞いてますね。あ、分かりましたっつって宣言文かなんかな、はいはいはい、書いて、やったら全然なんか普通でした。はい、だからあらかじめ書いておいてもそれを持っていくっていうことと、行ってから書くっていうのは、別に書く時間は同じだし。何書くの？生年月日と名前、住所と、名前と電話番号はなかったの？あと、なんで期日前かっていうのはやったぐらいで、だから手ぶらで行った方がいいっすよね。できる時に行くの。多分それ各多分投票所で違うと思うんだけど、僕は当日に行って、何もいらないって言われたんだけど、免許証見せてくださいって言われました。マジで？はい。だから僕はそれはまあ出したけど、身分証明出してくださいって言われたから、出したけど、ちょっとチクッと、まあ、通常それは出さなくてもいいんですけどね、明記されてませんけどねって言ったら、笑顔で、まあ、そうなんですけど、出していただければすぐ
あの、次の手続き済ませていただきますって言われたからさ、出した。うん、なんでだろう。へえ。だから名簿と合わせて、うん、まあ、合ってるかっていうのを見るから、うん、まあ、別にその、出してくれるんだったら出してくれませんかっていう、うん、まあ、善意の、あの、でも書かない。書かない。書かない。出せばもう、まあ、OKOK。それは期日前だって書くの。あ、期日前と当日の違うのかな。そう、うん、そう。そう、うん、まあ、多分投票所によっても多分運用が、うん、あるんだね。違うんだなと思って。面白い。多分そういう人いねえから。うん、あんまりいない、うん。だから、そこによって変えてるんだと思う。うん、あとは、僕、この映像を家族に送りまして、はい、プラス、今のお宅の選挙事情、あの埼玉県の方なんですけど、はいはいはい、事情はこうですよという状況ですから、はいかがですかというのを情報だけ出してたんですよ。はいはい、あと、パタゴニアのボートのシールは置いてたんですよ。そしたら、おそらく、うちの家っていうのは非常に、あの、選挙などに対する意識レベルが低いんですよ。はいはいはい、両親はすぐ行ったみたいです。あ、そうなんだ。偉いね。で、あの、私は選挙に連れてってもらったこともなかったし、親は多分してないんじゃないかという、あの、投票率 60% の方の、うん、あの、行かない人たちの方だったので、そういう意味では、あの、2票、どっかに行ったという点では、ね、あの、すごく。F 票、F 票。F 票、F 票、F 票ですね。ファミリー票。ファミリー票。F 票。つながったと思います。そこはもう、竹山さんや皆さんに感謝を申し上げたいと思います。いい機会を与えてきました。活動しました。そうですね。身内からまずは。そうですね。はい。私はね、あの、期日前投票に行ったんですけど、紙を持ってった。なんか、なぜなら子供を連れて行ったから、なんか手間取ったりすると嫌だなと思って、うん、ね、で、行って、まあ、なんか非常に機嫌が良かったので、うん、そのままスラスラっと、みんな空いてるしね、期日前だから、うん、あ、子供だ、かわいい、なんかあの、猫の T シャツ着てるとかいろいろ言われながら。はいはい。で、子供に、投票用紙を持たせて、入れてあげた。入れて、ああ、そうだ。で、いいね、いいね、言ったら、なんかいいねみたいな雰囲気を作って帰ってきました。あ、いいですね、はい、というような感じでしたね。皆さんどんな選挙だったのでしょうかと思いながら、ね、当日はね、結構天気が悪かったりとかしたらやっぱり鈍くなったりしますよね、うん、土砂災害とかもね、うん、さて、ということで次です。あ、そう、そういえば気になるニュースの前に Kindle 買ったんですよ。あ、これね、はい、気になるニュース1ぐらいの扱いでいいんじゃないですか。いいのかわかんないですけど、あの、最近の、そうそう、鈴木貫太郎っていうコーナーでしょ。そうそう、まあこれね、そんなコーナー最近の貫太郎っていう、コーナー分け重要ですか。そうですね、まああの、これ、ね、Kindle のリーダー、電子辞書リーダー、前から欲しかったんですよ。Amazon が提供している Kindle というサービスの端末ですね、専門端末が、あの、本屋とか行くたびにこれ、あの、三省堂とかでかい翻訳って必ずあって、これが欲しかったんだけど買ってなかったの。うん、で、これ買った理由は Amazon プライムセールがこの前あって 50% オフだったの。ほぼ。40%オフ、44% オフとかで。で、1万円切ってた。防水付きで。うん、風呂入りながら読めるというので、1万円切って7000円ぐらいだったから買ってしまってですね。うん、はい。どうですか？いや、いいですね。うん。何がいい？やっぱりね、本屋に行くのがこれほどやっぱ手間だったのかっていうのを気づいた。なんだろうな。やっぱ買いやすい。で、一つは、これ買った次の日に、届いた次の日に、芥川賞と、あの、直木賞が発表されたんですけど、毎年芥川賞と直木賞買ってるわけでもないのに、もうその日に芥川賞買っちゃって、で、芥川賞って短いじゃん。だからもうその日に読んで、なんかこう、旬な気持ちになれるところとか、うん、あと新書とかもね、うん、その新聞に出てくる書評とかに出てくるのを、いいなと思っても買わないのが多かったけど、うん、今はそれがちょっと買えるようになったので、今買って2週間も経ってないですけど、うん、もう新しい本3冊も読んじゃいました。お、読んだね。結構まだ買ってるの。いや、もうだから買ったら次買うようにしてる。うん、買いだめると、なんかもうたくさん買っちゃう。なんかボタン押すだけだからさ。うん、そうだよね。うん。だから、ちょっと買いすぎるの良くないなと思って、なんかこう読んで。見やすいんですか？だいたい10、高さ10ぐらい。うん。あと文字もね、見やすいのに自分でこう変換できるから、いいかなと思って。まあ、あと一番いいのはね、やっぱり本と一緒で、あのね、スマホでほら読むじゃない、うん、あれとやっぱり最大限違うのはね、他のアプリないでしょ、
だから例えばスマホとかでやってるなんかプッシュが来たりとかさ、うんうん、あるね、中断されないってこと、そうこれ中断されないから、これページめくる感じなの、そう、まあ、ただこう、うん、ボタン押すだけなんだけど、こう例えばこれポッと見たらこうやってやると次のページに行くっていう感じなんですけど、まあ、これもその自分の行きたいページを見れるし、ちょっと気になる重さはちょっと貸してください。軽いですよ、はい、あ、軽い、あ、これはいい、ね、これはいいですよ、寝る時にこの聞いてる人にもちょっと表現がしてほしいですね、うん、これね、どのくらいって言ったらいいか、まず手のひら、携帯より軽いかも、軽い、うん、手を広げたのと同じぐらいのサイズですね、うん、まあ縦が15センチぐらいかな、横が10ぐらいかな、そうそう、うんうん、で 5ミリ、8ミリぐらいの厚さ、そうそう、うん、これあのこれは防水機能付きのやつなんですけど、うん、防水じゃないやつはもうちょっと安いね、うん、だから結構ね、軽いの、ああ読みやすいかも、あ、いいな、いいな、どう、わお、何外人みたいなこの反応、エアそうそう、これは結構ね、いい、ただまあ難点は、うん、あれやっぱ Kindle 化してない書籍が結構あるから、あ、ね、だからそういうの、うん、はやっぱりあの Amazon のところで、うん、あの Kindle 化希望っていうボタンを押しまくるしかないんだけど、まあそれでもまあ新しい新書は大体まあ読めるから、うんうん、うん、あと村上春樹さんとか、うん、そういうなんか、多分電子書籍化に反対してるであろう方々っていうのは、うん、あのことごとく Kindle やってないので、うん、新書でも村上さんはもう文庫本も全部電子書籍ない、うん、だからそういうのはダメ、見れない、でもこれエコじゃないとか言って、うん、もう俺はそう思う、紙をさ、ね、やるやっぱいいと思う、なんか俺ね、うん、あとね買ったらよかったのはね、うん、あの俺部屋汚いのよ、うんうん、すごい、だから部屋汚い一つの理由がやっぱりね、本を買って読むのはいいけど、なんかこう、あ、こうっていつもこう使えれるように置きたいから、うん、自分の中では整理してるつもりでもこうなんか山のように溜まっていくわけ、うん、本が、うん、本と書類が間に入ったりとかして、うん、そういうのがあのこれがあると趣味で読んでる本は、うん、あのこれに全部入る、 Kindle に、そうそう、はい、うん、だからなんかこれからこうなんか増えて、うん、こうなんか趣味の読んでる本と仕事の本がこうなんか重なっていくみたいなのはなくなるから、そうだね、だから目冊みたいにちょっとコレクションして、そうそう、こうサインもらったものだけはもうコレクション本として本棚に、そう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 、感じにして、そうそうそう、あとはもう書籍、そう、あとこれね、いいなと思うのね、これ満員電車に1週1回バイト行く時だけ乗るのね、うん、こう満員電車でも読める、うん、本読みにくいもんね、そうそう、文庫ぐらいじゃないと持ちたくないし、うん、文庫でもこうやってってめくれないじゃん、うんうん、だけど Kindle こうでポッと押せば次行くから、ね、あとなんか嫌なのはさ、カバーかけてないとさ、何の本読んでるかバレちゃう、あららら、うん、これ全くないから、ね、そうだよねだこれはね、そういうとこはいいな、うん、寝る時もこれ嫌だと目も疲れないから、うん、あ、そうなんだ、そうそう、でこれはだから読んだのは、あの必ず読む量が増えるので、アマゾン談義。だらだら喋って。すいません。本当。アマゾン談義。ね、小さなね、出版社の人も読んだ方がいいね。すいません、すいません。いや、だから、ね、まあ、簡単に言うと、ありそう、まあ、あの、いろんな本が読めるので、おすすめですという話 で、ね、最近読んだのでおすすめだったのは、芥川賞の、スカート、紫のスカートの女、うんうん、これは身近割に面白かったです、うん、はい、うだうだとすいませんでした、本当でもそれこんな買おうと思ったらこんな暑いんだよ、そうそうそう、もう嫌だと思って、これいいわ、うんうんうん、はい、本を読む人ですねいいな、私も思っちゃった、はい、じゃあ次気になるニュースをお届けしたいと思います。アメリカ大統領選ロシア疑惑というので、毎日新聞の7月25日、アメリカ大統領選、ロシア疑惑、捜査は公正、魔女狩りではないとモーラ氏証言ということで、2016年アメリカ大統領選をめぐるロシア疑惑捜査を指揮したモーラ元特別検査官が24日、議会下院の公聴会で証言した。捜査は公正独立した形で実施された、魔女狩りではないと主張し、疑惑捜査は野党勢力による政権転覆を狙った試みだとするトランプ大統領の主張に反論。またロシアによる選挙介入の工作に関しては、我々の民主主義に対する最も深刻な脅威と述べましたということです、うん、うわ、カンタロウさん、はい、これはあのー、まあ
日本は選挙と重なったのであんまりこう結構上に来なかったんですけども、あのアメリカの中ではかなり注目されていたニュースで、大手ニュースではこの証言ずっと待たれてた証言公聴会だったので、軒並みトップで扱っている大きなニュースです。で、まあ、結果から言うと、あんまり新証言は出てこないだろうっていうふうに言われてたんだけど、その通りになったなという感じです。で、あの、民主党を、トランプを倒したい民主党は、これを契機にして、弾劾、トランプを辞めさせる原因を、まあ、引き出したいと。で、共和党は共和党で、まあ、もう辞めろみたいな。何言ってんだ魔女狩りだみたいなことをまあ追求してたんですけども、この結局民主党が引き出したい言葉を最後まであまりまだ出せなかったかなと、うん、まああの見出しになってるのは、捜査公平だったっていうのプラス、あれですね、大統領が、なんだろう、疑惑が全て、晴れたわけではないと。で、ただ訴追できる条件、訴追できるのに、十分な証拠がなかったと。してで、あともう一個質問されたのは、もし大統領が、辞めたら、訴追される可能性があるかといったら、理論上は、そうなるというふうに言われたという、まあ、そこら辺で、まあ、ただそれが弾劾につながるかというと、もう民主党の中でもかなり意見が分かれているので、これでその大統領選に向けて民主党が有利になるかなというふうに期待してもいたんですけど、ならなかったなという、そういう感じでした。はい、大統領選とか、アメリカの中では大統領選とか、次のところに向けてのなんか機運みたいなのあるんですか？ああ、もうかなり広がってて、うん、やっぱりまあ今まあ、その共和党と民主党の予備選の中の、まあ今、大統領選挙にまあ立候補して、で、各候補者が今の政策を言ってる中なので、まあその中でその大統領の疑惑がまあ高まったみたいなニュースが出てくれば、まあ共和党にとっては打撃。になるはずだったんだけども、うん、結局はならなかった、うん、でしかもやっぱ共和党の支持者の中でも 70% が 80% がもうこれいいよみたいになっちゃってて、まあ正直言うとこれ例えるのも悪いけど、まあ米国の、盛りかけ問題みたいになってるんですね、はい、だからまあ大体引っ張りたい野党メディアと、そうそうそう、なるほど、でまあ、引っ張りたい野党とメディアの気持ちもわかる、うん、やっぱ盛りかけだってさ、みんな嘘ついてるけど、まあ大体半分ぐらい、まあ悪いことやってんなってわかるでしょ。うん、だけど、それを、その訴追するとか、なんか大統領、首相を辞めさせるぐらいの決定的な証拠っていうのは、みんながみんなこう隠し合ってるから出てこないわけですよね。まあそれと同じようなもんで、その、じゃあロシア疑惑が、本当に弾劾に値するのかっていうのはできなかったということですよね。うんうん、まああと、あんまり書かれてないんだけど、これは現役大統領に対して訴追しないっていう内規は司法省の中に、アメリカの司法省の中にあって、これはやっぱりニクソンの時なんですよね。うん、ニクソンが大統領でウォーターゲートがあった時に、司法省の判断として、法治国家としてね、行政府の一番上のやつらを司法省が訴えるっていうのはどうなのかっていう議論になって、その時に現役大統領に対しては訴追しないっていう内規が決まっちゃったんですね。でこのムーラーさんっていうのはまあ70歳以上の人で、かなりまあ法律に厳格にやる真面目な方で、もうこの公聴会すら出たくなかったんですね、実は。もう448ページの長い報告書を作ってるから、もうそれ読んでくれみたいないう感じだったんですけど、まあその通りになったなっていう感じですね。はい、だから盛り上がんなかったんですけど、うん、僕としてはすごく注目したので紹介しちゃいました。うん、はい、分かりました。じゃあ次すいません次とか言っていいですか？はい、ナショナルジオグラフィック動物たちの悲鳴ということで、こちら、2019年6月号です、ね、の、特集動物たちの悲鳴というこうタイトルなんですけど、この写真は何ですか？これ運ばれてるテナガザルだ。これはテナガザルか、うん、多分違うか、ラジオの聞いてる人もいるから。表紙の写真はテナガザルかな、どこに書いてあるんだろう。あった、ペルーのアマゾン川流域で捕獲された怠け者が木製のケージから外を覗く、怠け者ゾウ
トラ、イルカなどの動物の中には観光施設で劣悪な環境で飼われているものも多いというような表紙です。これをですね選んだ理由というのは、まあ、私動物っていうものが昔から好きで、で、うん、今もいろんなペットをです、ペットっていうかな、うちにやってきた動物を飼ってるんですけど、子供の時から動物が好きで、うん、野生動物と触れ合う体験とかもしてみたいなというふうにはね、どうしても思ってしまうところなんですけど、それをちょっと反省するような内容でした、うん、で野生動物っていうのはやっぱ人に懐かないのが当然だから、うん、そこに行ってこう野生の動物とあたかもこう触れ合って、今ね写真を撮ってるで、インスタにしてフォロワーが何百万人みたいなのが多いらしいんですけれども、はいはいはい、それもやっぱりちょっと人間のこう欲望をね、うん、この普段触れ合えない動物とこんなに身近にっていうのはさ、やっぱ欲望なのかなと思いました。動物ね、うん、動物にとっては求めてないよと。そうだね、ね、ちょっとこれ見えないかもしれないですけど、クマと抱き合っている女性の写真とかですね。はいはいはい。言って、まあ心を通わせたいとか、そういうのしたいなと思ったりもするけれど、このクマとか、あとトラとね、あの記念写真撮ってるのとかあるんですけど、まあ、薬物でこう朦朧とさせているところをね、実は撮ってたりとか。あ、そうなんだ、うん、あとはまあ象とかは、まあ、訓練をするわけですけれども、うん、こう釘とかでさ、うん、真っ暗の中に閉じ込めて外からこう、うん、まあ、釘を刺せる程度のね、こう穴を開けといて、釘を刺して、あの言うことを聞かせる訓練をさせるとか、うん、まあ、そういうことをして、あの象のなんかパフォーマンスをさせたりして、人間がこの搾取してる、あとイルカのショーとかね、あるでしょ、一緒に泳げるとか、はいはいはい、うん、あとシャチのねショーとかもありますけど、日本では、うん、やっぱり動物は喜んでないかもっていうのをちゃんと迫った記事だったんです。で、一応観光客の人とかはまあ知らないと、どういうふうに動物が育てられているかっていうのを知らないと思ってると、で施設の人たちとも、施設の人も家族のようにこう接して愛情を持って接してるって大抵は言うんだけど、そうだね、うん、でも実際、まあ、あの病気があっても放置されていたりとか、そう、ね、ずっと檻に閉じ込められてるとか、鎖につながれてるとか、うん、そういう状況がある、でもそれを見せないだけですからっていう感じ、うん、それを知った上でまずあなたはどうするか考えましょうっていう話でしたね。うん、私はこれを見て、うん、もう一つ決断をしました。はい、はい、私の家にですね、はい、新聞配達の人から、はいはい、ぜひお子さんと見に行ってくださいっていうボリショイサーカスのチケットが渡されたんですよ。動物はそこでですね、これには行かない、はいはい、ということが一つ、うん、そしてこれを誰かに渡すということもしない。あ、チケットを破棄すると。ボイコット、ね。ボイコットね。をまずすること。ね、で、子供にっていうのは結構やっぱり感じるところもあって、子供に動物見させたらいいっていうのはあると思うんですけど、ね、公園に行けばね、結構アリとかダンゴムシ取ったりとかっていうことをしたりして、ね、ね、まあ楽しんでいる。そしてまあ、家には、ね、2人の猫と。そうだね。2人の猫。2匹というか2人というか、まあ、あの動物もいるし、うん、あの家歩けば、うん、犬散歩してる人たちとも触れ合えるわけだから、うん、そういったことは特にその檻に囲まれたような、うん、あの場所に行かなくてもできるなというところで、うん、あのまず少しずつ変わろうという、あとね、まあ、読者に役に立つためのガイドラインってあって、うん、野生動物を見るときのガイドライン5個っていうふうにのがありました。これは1965年イギリス政府の報告書をもとに作られた、指針になっていて、世界中の動物福祉団体のほか、アメリカ、カナダ、ヨーロッパの獣医学協会が採用しているものって書いてあります。うん、一つ、飢えさせない、うん、野生動物ね、いつでもきれいな水が飲める、うん、栄養状態がいい、2、不快にさせない、うん、不快なスペース、環境、観光客から近いとかね、うん、3、怖がらせない、傷つけさせない、病気にさせない、そういう施設であると、うん、不潔な施設はダメだと、4、うん、不自然な行動を取らせない、うん、つまり鎖でつながれる、芸をする、人を乗せる、一緒に写真を撮る、体を洗わせる、うん、など野生動物にとって不自然な行為をさせていないか、うん、ここなんか大きいよね。5、恐れさせない、苦しませないと、
恐怖を植え付けるような状況、うん、出産後の母子の引き離し、人工的な騒音など、うんそうねうん、こういうのが、うん、その見るときに、ね、動物園とか、うん、いろいろありますよね。そう行ったときに、ガイドラインとしてはこういうところを守ってるかどうかっていうのを見るということですね。なんか動物って難しいですよね、うん、なんか動物園行ってやっぱり行った時可愛いななんて思って思っちゃうしね、うん、でやっぱりじゃあそういう動物のなんかこう権利とか考えるんだったら生きる権利考えるんだったらね動物実験とかでやってる人もたくさんいてね法律でも合法的にまあ猿までは殺せるわけですよね。でそういう人に関わってそういうのを飼育してる友達が僕いたんだけど、うんうんうんまあ、そこまでその社会の中で議論されてない中でその動物園だけこう批判されてると、まあ、愛情を持ってその育てて割り切ってる人もいるわけで、うんまあ、そこまでこうなんだろう議論が広がればいいなと思うけど、うん、なかなかこううまくねいかないですよね、うんうん、だ動物愛護のほらなんだ法案をとか言う人結構政治家でいるじゃない、うん、あれ結構俺半信半疑に聞いてる時があってさ本当にやってくれるのかなっていうね、うん、ペットのこともね含めて、うんうん、まずはこのペットの話からうんうん、うん、都市部なんかだったらしなきゃいけないと思うんだけど、うん、みんななんかこういうふうにそういうふうに言うとみんなこうやるけど実際の決まりになってくると結局落とし込めてないのかなっていうのが実感ですね、うんうん、じゃあ俺が何やってるかって何もやってないんだけど、はい、いやいやいやでもボルショイサーカスのことのヒントは、うん、ジェッサさんに入りましたからね考えるきっかけアンタロスさんのパートナーのジェッサさんがちょっとサーカスとか、うん、気になるということを聞いてなんでだろうという気づきをもらってからこの記事につながった、うん、これたまたまねこれ来てね本当にありがとうございますジェッサさんそろそろね、あれですけど、なんだ、あ、まだあるよ。そうだよね、もう、そうそう。あと5分ぐらいですよね。はい、ジャーナルメンバーが実際に取材したネタを皆さんと分かち合う、来た、はい、見た、聞いたファーストハンドのコーナー。はい、はい、はい。ここですね。うん、北海道に行かれたカンタロウさんの話を聞きたいと思います。はいはいはい、これはね、来月のまた生活と自治に載るんですけども、政協の雑誌に載るんですけど、はい、これまた地方に、地方っていう言い方もあれですけど、まあ、北海道に行かせていただいて、夕張郡の中沼っていうところに行きまして、豪雪地帯なんですけども、そこでメノビレッジっていうですね、地域に支えられた農業をやってる、まあ、小さな農園のところに取材に行かせていただきまして、まあ、非常に勉強になったので、紹介したいなと思ったんですけど、うん地域で支える農業っていうのが、まあ、そもそもあんまり知らなかったんだけど、うん、結局その農協とかに、まあ、流通手段を通さずに、まあ、農園と直接契約した会員さんに向けて作るというところなんですよね、うんうんうん、でこれ、まあ、記事には書くんだけど一つだけ面白いなと思ったのはね会員の人に買ってもらう会費ね、うん、これがねスライディングスケールっていうのを導入しててね、うん、何それまあ、税金とかでもあるけど、所得によってさ、保険もさ、安くなったり高くなったりするじゃん。うん、お金持ってる人は高い。うん、所得低い人は安いでしょ。うん、それを会費に入れたの。要は、所得が少ない人は、うん、このぐらいの値段でいいです。マジで？高い人はこのぐらいの値段にしてくださいって言って。それで、1年間に届く量は変わんないの。で、一括で毎金。で、もっとすごいと思う、うん。普通の社会制度っていうのは、所得の収入とかは出すでしょ。うん、これだけ低いから仕組みしてくださいって。でもこれメノビレッジは、こんなの見ない、うん。もう会員に全て任せる。自己申告。自己申告。全員に任せるわけ。すごい。で、俺それさ、いや、インチキされたらさ、全部赤字ですよ、それ。ね？大丈夫ですかって言ったら、大丈夫なんだって。それはなんでかというと、自分が農場と一緒になって、有機的につながることで、例えば、自分の家庭は、余裕でお金出せるけど、この隣にいるここの家庭は子供が3人いて多分きついだろうなっていう家庭をね、あったらお互いがこう支え合ったりして、じゃあうち多く払うよとか、あ、じゃあうち多く払えないからちょっとこう、なんか農場で手伝いますとか、そういうなんか有機的なつながりがその農家を通じて、農場を通じてつながってるみたいで、それがまあ結構僕の新鮮だったんですよね。信じられないっていうか。会員の数とかはどのくらい？最初35件から始まって、最大90件まで行ったんですよ。で、今実はね、それちょっとストップしてるんですよ。増やさないってことかな？うん、もうやめてんの。
あ、そうなんだ。うん、でそれを辞めた理由を知らないで編集者から言われて行ったんだけど、うん、もう辞めてたの。だから、もう辞めてますよって言って、で辞めた理由を取材したらむっちゃ面白かったの、それが。うん、やっぱりこう規模が大きくなるなるほど、その大切なものを忘れかけてる自分たちに気づいて、一旦辞めるっていうふうにか、あの、決断をするんだよね。その農場の人が面白くてさ、やっぱり信念持ってる人でね。で、まあ今辞めてんだけど、まあ4人子供がいるんですよ。で、その4人の子供が、まあこれからどう育っていくかというようなストーリーに私はしたんですけど。面白そう、まあ、地域で支える農業っていうのは、うん、前あのカンタロウ君とも言ったオハイオのところでも CS、ああ、そうだね、コミュニティそうだ、ね、サポーテッドアグリカルチャーっていうのがあって、うん、で彼らもねこう会員から会費をもらってっていうのがあったけど、うん、そのスライディングスケールっていうのはなかったですね、うん、初めて聞いたの。それ本当にもうへえ、そんなだって赤字になりますよねって言ったら、まあそのはずなんですけど、いや不思議と大丈夫でしたとか言ってて、面白い、うん、それがねちょっと楽しみ驚きました、うん、まあけど来月またあの、うん、記事になったらラジオジャーナルからダウンロードできるようにしますので、そうですね、特別にね前やりましたからね、はい、ぜひお楽しみください。はい、はいはい、ね、楽しみな感じでいいですね。地方の最近ねちょっと地方取材が滞っていたから、そうです ね、いろんなとこ行ってね、うん、やっぱ見ていきたいなっていうのは実感しました。はい、はい、では、本日はここら辺で終わりになった時間ということです。よろしいでしょうか。Kindle いいですよ。はい。はい、いいですか。いいです。はい。では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。